今回はこのお家でお肉を食べていきたいと思います。お家でお肉ハンバーグですね。こちら全部4枚のこちら焼いていきたいと思います。それではこのお家でお肉を焼いていきたいと思います。それでは開けていきます。まだあるんで、ちょっと追加まだあるんです。最後の4枚目ですね。これが袋に残っちゃう。火が強かったです。こびりついてる。油引いとけばよかったかもしれないですけど、ここは引っ張る。でもすごい美味しそうな匂いがする。ちょっと1枚目はちょっと残念なことになってますけど、あとは大丈夫です。美味しそうな感じですね。
ちょっと広いようなんですね。中までじっくり温めていきたいと思います。1個目のぐちゃぐちゃです。ハンバーグというより本当に均一な気がします。1個目は失敗しちゃいました。もうちょっとまあハンバーグの一気、ハンバーグの。やっぱり中まで火を通すのが難しいですね。ボロボロなんこれはもうなんか食べ頃のハンバーグですね。ちょっと濃いかもしれないですけど、まあいい匂いがするんでよしとしましょうかね。ちょっと焦げ味が立って、火が強いんですかね。ちょっと汚れてやるのハンバーグがボロボロになってますね。ちょっと空気が痛すぎて、ちょっとハンバーグ焼くだけでもこの状態ですね。こんなもんだと思うので、ちょっとさらに盛り付けて、焼き終わったんですけど、なんかだいぶいろいろと失敗したような感じでなっちゃいましたね。ちょっと焦げっぽいですけど、まあ、食べれると思うんで、まあ、ボロボロしてるんで、スプーンですかね、それでいただこうかなと思います。それではいただきます。
ハンバーグだったんですよ。なんかひき肉になっちゃいましたね、こちら。焼き方が下手で、ちょっと。あ、味は美味しいですね、やっぱり。ビーフ 100% だけあって。もしね、ちょっと見た目が美味しくなさそうかもしれないですけど、味は美味しいです。こじちゃってますけど、匂いもいい感じですし、これはいいですね。ちょっと無駄にも黒くなっちゃってますけど、これはこれで美味しいですね。ちょっと勢いはまたちょっと消しちゃいましたけど、また再開してます。あ、やっぱ美味しいですね。逆に濃い麺がアクセントになって美味しい、さらに美味しいかもしれないですね、こちら。美味しくてどんどん進んじゃいますね。まあ見た目があれで食べづらくなってしまいましたけど、まあ結果的に結果オーライですかね。まあ、黒くなってますけど、さっきの感じ方だと美味しいだと思う、美味しいと思います。いいですね。
ちょっと脂っこいかもしれませんけど、ちょっとジューシーなところも美味しいです。うん、ハンバーグっぽいですね。まだですね。うん、ごちそうさまでした。ご視聴ありがとうございました。